マカニビスティは日本産の競争場。場名の由来はハワイ語で風を意味するマカニカンムリ名。東京ダービーデビュー戦は芝で9着に終わったがダートに変わって強い勝ち方で2連勝した。2010年2月14日のヒアシンスステークスではスタートで出遅れ4コーナーで大外に膨れるロスもあり5着に敗れる。 その後芝のアーリントンカップでは10着と大敗した。2010年3月3日付で中央の登録を抹消。大井の松浦備え9社に天馬屋した。天馬屋初戦を八馬審査で圧勝し、単勝1.3倍の圧倒的一番人気で羽田坂月に臨む。レースでは、向こう正面から3コーナーにかけて後方から差を詰め。 直線に入った時点で先頭に立つ。しかし、残り100メートルで外から伸びてきたシーズ・ザ・ゴールドにかわされ、差し返そうとするも、花さで競り負ける。起乗した戸崎圭太は仕掛けが早かったことを敗因に挙げている。続く東京ダービーでは、前走の負けて強しの内容から再び一番人気。レースでは、中段後方から直線で一気に束を差し切り、 一場身一、四差で優勝した。6月18日付で地方の登録を抹消。7月1日付で中央に再登録し、矢作休者に復帰した。中央再登録初戦で小馬との初対決となった7月11日のプロキオンステークスでは、久々の1400メートルと日本レコードとなった速い流れに対応できず、 最後尾から終始追いど推しの競馬で11着と惨敗した。その後は、レパードステークスに向けて調整されていたが、夏負けで放牧に出された。放牧を終えて、12月5日のジャパンカップであとも、追走に手一杯で、終始後方のまま15着と大敗した。その後12月23日の名古屋グランプリでは、後方で足をため、 直線で外から猛追したが2着に敗れた。2011年2月11日の佐賀記念では5番手追走から2周目の交渉面に入る際に仕掛けていったが直線で伸びきれず5着、その後芝の阪神対象点では7着に敗れた。天皇賞では17番人気だったが中段から追い込んで4着。これをきっかけに芝町距離路線も歩むこととなる。 メグロ記念では、後位から足を伸ばしたが5着となった。南北海道ステークスでは、中段追走も、直線で伸びをかき7着。札幌記念では、中段追走も、直線で失速し11着に敗れた。その後11月12日のアンドロメダステークスでは、ユニバーサルバンクの8着。12月4日のジャパンカップダートでは11着と、惨敗した。 2012年1月5日の万葉ステークスでは、外から足を伸ばして2着。日経新春杯では、後方から追い込んで3着となった。続く、二川ステークスでは、中段後方から追い込んだが4着。3月9日、ドバイゴールドカップに選出。ドバイゴールドカップでは、スタート直後に花を奪うも1周目の直線で、フォックスハントが落馬。 故障中止。これにより、決勝戦での進路確保が困難なため、交渉面で主催者より、レース中断の指示が下り、各場競争を止めた。ドバイワールドカップ後にレースを再開し1回目と、同じく花を奪い淡々とした流れを作るも3、コーナー付近でついていけず、そのままじわじわと後退し、脱落、10着と惨敗した。 その後も勝ち星に恵まれなかったが、2013年6月23日、函館競馬第11競争、大沼ステークスで、東京ダービー以来約3年ぶりに勝利を挙げた。続く、マリーンステークス6着を最後に、9月6日付で、JRA の競争馬登録を抹消された。これは、中央競馬における3歳上半期のダート路線が、 未整備であることが原因であり、賞金が中央競馬の重賞に匹敵する南関東三冠のある南関東公営競馬に活躍の場を求めたための措置であるとされ、調教師の矢作も、旧社のブログでこれを認めている。また、今回の件は一時的な天馬屋であり、東京ダービー後に再び自給車に戻る予定であることを示唆する内容になっている。 日刊スポーツは、松浦に、東京ダービーのタイトルを取らせるのが、主目的であったと報じている。雪ちゃんなどのように小馬になってから、出走機会を求めて中央から、南関東へ移籍するケース、未勝利場や、条件級の馬が、実質的な外馬屋として、中央復帰を前提とした地方への移籍を行う、例はあるものの、本馬のように3歳春シーズンに出走機会を、 求めての遺跡は過去にほとんど例がない。その後予定通り、東京ダービー後に再点馬やする青写真だったが、大井競馬場におけるダートグレード競争の要項に、地方競馬から JRA に転馬やした馬は、中央で1戦以上出走しないと交流競争に出走できないという項目に抵職することが判明。このままでは、 大井で開催されるジャパンダートダービーには出走できないことが明らかになる。陣営は t c k に対しクレームとも言えるルールの変更の要望を出したがルールは変更されなかった。そのため陣営はジャパンダートダービーと同時期に開催される中央のダートギー競争プロキオンステークスに目標を切り替えを余儀なくされた。ありがとうございます。